ヘック293細胞を標準的な培地で数日間培養したモノヒトタイジ人細胞を293はヘック293、ヘックマイナス293、九十三細胞、ヘック細胞などとも呼ばれる。ヒトタイジの人由来の細胞株で組織培養で増やすことができる。ヘック293細胞は培養のしやすさと遺伝子導入の容易さから 細胞生物学の研究に幅広く長年にわたって用いられてきた。また、バイオ産業の分野では治療用タンパク質や遺伝子治療に用いるウイルスを合成する目的で利用されている。293FT 細胞、293細胞の一種ヘック293細胞は1973年にオランダのライデン大学のアレックス・バンデア。 EB の研究室において、人体児の人細胞にアデノウイルス号切断した DNA をトランスフェクションさせることにより開発された。その細胞は一人の健康な体児から得られたもので、それはオランダの法律の下で合法的に行われた中絶であったが、親が誰であるのか、中絶の理由は何であったかは不明である。その細胞はバンデア EB により培養され、 同研究室のポスドクのフランク・グラハムにより、アデノウイルスを用いて、形質転換が行われた。彼らの論文が出たのはグラハムが、ライデン大学を去って、マクマスター大学に移動した後の1977年であった。彼らはその細胞株を、ヒューマン・エンブリアニック・キドニー由来であるという理由から、ヘックと名付け、293はグラハムが、 自分の実験に番号を振っていた監修で付けていた293番目の実験という意味のものだった。最初のヘック293細胞のクローンは293番目の実験から得られたものだったためである。グラハムは合計で8回の形質転換を行い、数ヶ月間の培養を経てその一つのクローンを得るに至った。この数ヶ月間の培養への適合化を経たことにより、 最初のクローンは比較的安定して培養可能なヘック293細胞に変化させられたと考えられている。その後の研究により、トランスフォーメーションは約4.5区ペースのウイルスゲノムの左腕部分が人19番染色体に挿入されたものだったことが明らかにされている。その後、長年にわたってヘック293は1000位目細胞。 血管内皮や上皮細胞などの腎臓に豊富に存在する細胞に由来するものと考えられていた。しかし当初のアデノウイルスによる形質転換は非効率であったことから最終的にヘック293細胞を生み出した元の細胞は少数派の細胞に由来するものではないかという見方もあった。グラハムラはヘック293細胞と同様に 人体自人細胞をアデノウイルスで形質転換させた細胞株は共通して未成熟の神経細胞に多く見られる性質を持つ。こう明らかにし、アデノウイルスは人細胞の培養の中でも特に神経細胞のようなものを選択的に形質転換させているとした。ヘック293細胞は複雑な核型を示し、核染色体は2本。 またはそれ以上、全染色体数は一般的には64。これらは、ハイポトリプロイドとも呼ばれ、通常の細胞では、ハプロイドの染色体が2セットでディプロイドであるものが、この細胞株では、染色体ごとに3セットであったり、それ未満であったり、している。そのような染色体数以上の例としては、X 染色体が3本あり、17番染色体と22番。 染色体は4本ある。複数の X 染色体の存在が確認されていることと Y 染色体由来の延期配列は確認されていないことは胎児は女性であったことを示唆している。ありがとうございます。